旧豊里小学校の正面にある噴水です。そしてこれが旧豊里小学校創設者です。でこれがあの校舎全体です。これから徐々に中へ入っていきます。で中へ入りますと昔の小学校ですから廊下などは木でできております。そして階段も木でできておりまして、上がる踊り場にはウサギと亀の像があります。でやはり今の校舎ですとコンクリートで階段ができてますが、やっぱり木でできているため味わいがあります。この踊り場にもウサギの置物があります。で土壌に登ってまいります。ここが2階でございます。で同じくここにもウサギの像がありまして、このように廊下はなっております。でこちら反対側を見ますとこうなっております。そしてこれからまたさらに3階へと上がってまいります。でここ映さなかったですが、この踊り場にもウサギの像があります。で3階上がりますと真正面には昔の学校ですから消化室、現在風に言えば音楽室があります。で向こう側に見えるのは新しい豊里小学校です。で昔の学校ですからこのように舞台があります。で音楽室ですから黒板などはこのように五線紙が弾いています。で一部オルガンがあったり、鼓笛隊などで使用する太鼓があります。